こんにちは、心理カウンセラー高森です。長期にわたって強い不安、ストレス、プレッシャーなどにさらされるっていうのは、これうつ病になるリスクっていうのをぐんと上げてしまいますね。やはりどこかで息抜きするって言いますか、ストレスを減らしてリラックスするっていうことが必要なんですよね。そういったことがなくて常に神経が張り詰めている、興奮しているっていう状態になりますので、これは危険になりますね。これを防ぐためには、可能ならば環境的にこういったものを減らすっていう期間がどこかで持てる、一息つけるようになるっていうのがまずは一番必要です。加えて物事の捉え方として、過剰にストレスを感じにくくするというような見直しっていうこともあってもいいですし、なるべく自分で調整して休みにするっていうスキルを身につけてリラックスできるようになる、そういったものも必要になってきますね。こういったものを総合的に取り組んでいくことで、なるべくこのうつ病に対するリスクっていうのを減らして、それはイコール自分の気分が良くなることでもありますから、こういった生活の質を高める、あるいはなるべく損なわないようにしていくっていうことにもつながりますので、ここはしっかりと取り組んでいただくということをお勧めいたします。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。